さあ各マシンがグリッドにつきました。35台で決勝を争います。24ラップでの争いです。レッドシグナル、そしてグリーンシグナルです。一斉にスタートしました。いいスタートを切っていったのはカサノバカ。各マシンが1コーナーに向かって突っ込んでいきます。日差しを受けて GP3 各マシンが1コーナー、やはりラウディスか。ホールショットはラウディスのようです。ラウディス、カサノバ、そして坂田、辻村、斉藤もいます。斉藤5番手、上田はちょっと出遅れたようです。ラウディスがホールショットを奪いました。そして早くも引き離しにかかっている。そして坂田が2番手にポジションを上げたような、ラウディス、坂田、カサノバ、辻村というオーダーになっているようです。ラウディスを逃がさないという坂田、カサノバを抜いてポジションを2番にアップ。そして辻村も今カサノバに襲いかかろうというところ、勝負を仕掛けようというところです。そして斉藤もイン側から行っている。カサノバ、辻村、斉藤がサイドバイサイド、斉藤が前に出た。斉藤3番手、辻村4番手、カサノバ5番手に落ちた。ラウディスが逃げる。そしてそれを坂田が追う。ラウディス、坂田のワンツー。そして坂田がインがありましたが、はい、斉藤、さらには辻村といったところが3位争いをしています。さあラウディスが逃げる。そしてそれを坂田が追うという展開になっています。しかしラウディス、やはりスタートから来ましたね。来ましたね、3番手斉藤、4番手辻村にいます。カゲロウのような状態になっています。斉藤は5番手ですね。3番手はゼッケン16番です。エチオ・ジャノーラだ。ジャノーラが3番手。そしてその後ろに辻村、斉藤ですね。そしてトロンテギ、カサノバ、グレシーニ大きめいましたね、はい、ちょっと上田がだいぶ遅れてますね、上田はとにかくスタートでもうなんか中段に飲み込まれてしまって、そのままその中段に沈んでいる感じです。さあちょっとトップのラウディスと2番手の坂田のディファレンスが開き始めました。そしてジャノーラ、辻村、斉藤と続いています。65番のマシンはガブリエル・デンビア。 GP2 とのダブルエントリーになっていますデンビアが65番をつけています。現在7、8番手のところを走行しています。トップラウディス、2番手が坂田、3番手がエツヨ・ジャノーラ。トップを走りますラウディスは、おっとジアノーラが、さあ坂田の前に出ようというところ、ジアノーラが2番手、そして坂田が3番手です。ラウディスは開幕から3連勝、そして第4戦のスペインはリタイアです。上田はこの位置ですね、青木春之の後ろ。しかしバルドマンはそのさらに2台後ろに行きましたね。そうですね、前回のスペインではですね、はい、表彰台に立ちましたよね。そうですね、 RS に対して非常にアプリが速くなってきてるんで、いけるんじゃないかってこと言ったんですけれども、はい、さあ24番が青木春之、7番が上田です。その後ろ15番がペトルチアーニ、ペトルチアーニの後ろにバルドマンがいました。トップはラウディス、そしてそれを追いますジャノーラ。ジャノーラなんですが、今シーズンここまで完走がありません。すべてリタイアしています。しかしジャノーラは去年もまあヨーロッパラウンドに入ってから、まあ、速さというのを発揮したライダーですからね。そうですね、まあ、ここぞという時のですね、まあ、速さっていうのはね、やっぱりジャノーラ持ってるんですけどもね、まあ、彼もどちらかというとですね、まあ、運がないライダーって言いますかね、はい、速いんですけれども、まあそのなんて言いますかね、 いろんなそのトラブルがあったりとかですね、そういうのであのちょっと、まあ、旗から見てて運がないなっていう、はい、印象を受けますよね。あのマシントラブル、タイヤトラブル、いろいろトラブルがあって1位になるかリタイアかっていう印象ですよね。印象とすると、あの125ですね、そのスクリーンから頭を出さないようにですね、その低いライティングフォームから、まあ、ジアノーラが走るって言いますかね、あの一時期日本でも非常にブームになったんですけどもね、はい、ジャノーラ現在2番手を走行しています。ジャノーラはとにかく去年4勝を挙げて、4勝を挙げたのは
125台、去年ジャノーラだけなんですよね。バルドマンが3勝、それから、チャンピオンになりましたジュラミーニは2勝しか挙げてないんですが、その4勝を挙げたジャノーラ、結局ランキング4位でしたから、そのコンスタントなところがなかったという証明ですよね。まあ、4勝を挙げたにもかかわらず、ゼッケンが16番というのはですね、はい、まあ、そうですね、昨年 の, その成績 の, その浮き沈みの激しさといいますかね、物語ってますよね。さあ、こちらは辻村、斉藤、カサノバ、トレンテニ、グレシーニ、その後ろマイク・シティッフ、青木春近、おかなり大きく触れました。ゼッケン20番のマンフレッド・バーマンです。バウマンは予選8位、これオーストリア人なんですね。地元ということ で、あるいはこのザルツブルクリンクに慣れている、そういうことかもわかりません。26歳のライダーです。トップはラウディス、そしてそれをジャノーラが追っている。ちょっと離れて坂田、単独走行になっています。そして4位争いが辻村、斉藤、カサノバ、トロンテキ、ブレシーニ、そしてシュティフ、青木春近、65番はガブリエル・デビア、そしてマンフレッド・バウマンと続いています。この後ろにバルドマンですね、はい、上側はあの辺りにいたはずなんですが、ちょっとポジションをさらに下げたようですね。いや、そうみたいですね、はい、ラウディス、ジャノーラ、3番手坂田です。斉藤、辻村、斉藤が辻村の前に出ていましたね、はい、青木春近は12番手、そしてバルドマン、上田でしたね。そうですね、上田の後ろにペトルチアーニがいました。そして、まあ、マルチネスの姿もありましたね、ラウディス、ジャノーラ、そして坂田、その後ろ斉藤、辻村、笠野馬、切り返しです。こちらゼッケン5番のダークラウディス、28歳のドイツ人、それをジャノーラ、ベテランです。イタリア人、32歳、そして日本の坂田、現在3番手。しかしラウディスがトップなんですが、あの開幕からの3連勝の時のように、いわゆる行ったきりっていう感じはないですね。ジャノーラにしても坂田にしてもついていってますね。まあ、ラウディス の, あの必勝パターンといいますかね、それではないですよね、はい。さあ、そしてこちらは4位争い、辻村、斉藤、そして笠野馬です。その後ろから行っているのがグレシーニとトロンテリ、